集金してこないとちょっと金ねえからと。うちはまずそうだったと思う。だからあれやっぱり妹の旦那がさ、なんつうの、今週生死のあの協力会社、うん、協力会社のさ、あのあれを皮むく仕事あんじゃない、うん、あのチップにする前に、うん、そういうのの親方やってたから、その人があそこん家にモコさんに来たから、それが親方になってナマコに始めたから、それが親方じゃねえのかな、うん、要は、その人がさ本州製紙のあの協力会社でもって仕切ってたわけでしょ、うん、本州製紙ってあんなでかい会社だから、ほらやっぱ何百人って人仕切ってるわけじゃん、うん、あの親方だから、うん、あの協力会社の、うん、ああいう材木のあれなんだよ、今はチップだけどさ、うん、昔は材木そのまま来たわけだろ、うん、それをほら皮むいたりいろいろやって、それの親方だったから、やっぱりあれなんだろ、うん、人の使い方うまいんだろ、うん、それでパチンコ屋に売った金でもって、生コン屋作って、だからそのためにきっとパチンコ屋の金だってまあ何千万だろうけどさ、生コン屋作るにはそんなもんじゃねえだろ、うん、多くの金だろ、うん、だからきっと頭金ぐらいちょこちょことあって、そのためにああいうキャデラックの会社の人なんじゃねえの、うん、オープンカーの、うん、派手によ、うん、嫁さんがな、綺麗な奥さんでな、子供を置いて離婚しちゃったんだよ、うん、妹も大したもんだよな、子供いないから。三女はあれ最後どうしたんだかな、デブで。三女二女か、あの三番目、三人兄弟で。長女が細身で綺麗な人だ。せがれはやっぱり細身で綺麗なんだよ。だから女に相当モテたんじゃないの、うん、あんな綺麗な奥さんが結婚したってことは。離婚したってことはきっと女遊びだろうけど、ね、旦那が、うん、地元でサバガラスって言われたぐらいだからよ、うん、道楽門の、うん、大したもんなんで、うん、でもそう言われてたってちゃんとあれなとこはちゃんとやってたんだ、閉めるとか閉めてたんだ、だそういうのは三振のせがれと違うんだ、うん、三振のせがれは遊ぶだけで、うん、次男坊はもうそんなうちのことなんか何も考えないで、ただ与えられた仕事だけやってただけだから、うん、あそこもほら5人兄弟だからよ、女2人に男3人だから、ね、だから一番姉妹っ子はあの車1台キャンター1台持ってよ、あの僕に行っちゃったんで箱根ヶ崎、東亜燃料がほら箱根ヶ崎に支店作ったじゃん、だからそこのボンベの配達やるのによ行っちゃったんだよ、だから三振の支店みたいな感じ、うん、支店みたいな感じだけどあれだよ、持ち込みと同じでよ、働いた金は自分でほら、うん、あれで
営業ナンバーだけど三種運輸にはなってても何だろう、こっちとは関係なくやってたんだろう、僕はここで、うん、名前だけで、うん、よくほら持ち込みの車が昔は名義貸しでやってたじゃん、うん、そういうのと同じで、うん、やってたんだろう、白ナンバーじゃ刺されたりするけど営業ナンバーだら関係ないじゃん、うん、だから車検とか税金とかそういうのは自分でやってたんだろ、うん、払って、うん、こっちとは関係なく、ただ帳簿だけはほら、うん、長男の奥さんがこうつけてたから、それはちゃんとやってんだろ、車も三振が買ったことにして、女はいいやな、長女は最新の運転手と俺らと一緒にやってたけど、それがほら住み込みで来たじゃん、それとほら四国行っちゃったから、うん、結婚して、うん、親父からはほら駆け落ち同然代だから、うん、反対されて、うん、でもしょうがねえ、好きなものはね、うん、二人で四国行っちゃったから。四国のなんだっけ、あれの運転手やってて。今でもあるじゃん、でかい会社で。帰ってこないじゃん、大手に入ったら安定して。三振なんかに言うか、よかったら帰っちゃう。そりゃそうだよ。本人はな、運転手で食っていくんじゃね。うん、だからしょうがないんだよ。これでその下の一番末っ子の妹はあのお父さんらゲタゲタって言ってたの、あの多田建設だかなんかのなんだあれと結婚しちゃったよ、あれはもう出てきちゃったら関係ない、あのああいう建設会社のほら設計屋さんだから、うん、いい生活してるでしょ今は、うん、ここ弁当屋ずっとやってるんだよ、経営ずっとやってみないんだよ、弁当屋、うん、この片側弁当屋、弁当屋昔から弁当屋だこれね、うん、弁当屋帰って今あれかテイクアウトがだから帰ってこうなったのか買いに行くんだろう、なんか買いに行くんじゃなくてテイクアウトもテイクアウトがね、ああ反転をすれば帰って今は良くなったのか、あれはなお店としてはな、うん、今コロナコロナって言われてるからさ、うん、ダメなんだもんな、ああ常にだから先立つものがほらそれなりに苦労しないとダメなんだそれで今までやってきたものは完全否定される場合もあるんだもんね、うん、ダメだよって、うん、だから今 の, あ, のあれなんかいい例じゃない、執行センターなんか、うん、0123の親父がやっててダメで奥さんがやって免許書いてやってらな、日本でも一流事故死専門の会社なしだよ、うん、そういうのもあるから、うん、
べちゃってさ、うん、で奥さんがこの運転手もいるしな、うん、車があるから結局あれでしょ、うん、奥さんが社長になって始めたわけでしょ、うん、名前も変えて、昔したら全然斬新な名前だよね、うん、昔にしてはね、うん、あいつ斬新な名前で、名前がね、うん、今この名前でもね、ああ平成にできた会社っても全然信じるよね、うん、車のデザインも全然都会的なデザインだもんね、そういうのは女の方がいいのかもしれないね、怒られちゃった、だから田中真紀子さんみたいではダメなんだよ、うん、こうこれになっちゃった、うん、あれは上地の何ただす、ね、上地の何やあれはアゴラカジだけだもんね、そうそう、お前何もしたいんだろ、何もあれはないんだけど、ないからああなっちゃったんだけどさ、頭がないから、お父さんがお父さんまで、うん、それだけで、お父さんがどうしたんだ、お前はどうしたんだったもんね、そうそう、だお父さんの名前で国会議員になったけどさ、うん、頭がねえからほらああいうのに抜擢された時に何もできなくてどうしまいなんで、威張るだけで、威張るだけでね、うん、だから交通されちゃったわけだ、うん、小泉さんがあそこ抜擢したのはよかったんだけど、うん、また旦那がきっとちょっと賢いから、あ、こいつに逆らってもダメだと思ったからきっと逆らったんだろう、あ、こいつに逆らってどうせ納得もしねえと思って、だから向こうのあれが今度あれ結局はこういう総理大臣に言ったんでしょ、うん、ダメだ仕事できなくてただ威張るだけでもってな、どうにもなんねえから帰ってくれっていう、